じゃあ走っていきましょうか。今ねちょっとここで休憩してたんで、あれ、よし、じゃあね今から向かっていきましょう。さてさて、今ここで昨日の夜から休憩してました。じゃあそろそろ行きましょうか。よし、行きましょう。何回行きましょう言うねはい、行けよって言うねねえ、今日からまた一応ゴールデンウィーク明けのね仕事になるんですけど、なんかここすげえ工事してんな。今日富山から積んでまたね静岡行くんですけど、その静岡のね卸先が前言ってたように場所が変わるのかどうなのかってところがね、本当まだ分かんないんですよね。今のウィングのトレーラーさんは声かけてくれた方ですね。あの時ね、コーヒーももらっちゃったんだかな、確かね。よいしょ。すげえパイプがすげえ出とる。結構あれなんかな、もう仕事始まってるのも多いのかな、このカレンダー通りっていうかね、そういうので、まあ、今週いっぱいまで休みってところも多分大きいところはあると思うんですけどね。ああいう車部品系統とかああいうのは結構まだ休みなのかな。でももう結構あれかな、もう動いてる感じかな。結構トラックもいっぱいいますもんね。昨日の夜あんまり走ってなかったんで、やっぱまだ少ないのかなーなんて思ってたんですけど、今日からスタートが結構多いんですかね。まあね、休み中もずっと仕事してるって方も見えると思うんですけどね。また本当今日ね天気いいですけど、また天気悪い日がちょっとね続くみたいな感じがあるんで、本当にそのまま梅雨になるんじゃねえかと思うぐらいな感じですよね。まあ、そんな感じでねちょっとねぶらっとこう走って積み地までね向かいたいと思います。今日はしかしいい天気ですね。めちゃくちゃ気持ちいい空してますよ。まあ、さっきね止まってたところでねちょっとタイムラプス撮ったんですけど、どうかな、ちょっとつけた時はねスタートした時は結構雲がガーッと出てたんで、あ、これ面白いやつ撮れるかなと思ってやってみたんですけど、ちょっと終わりがけね止めに行った時には雲があんまりなかったんで、もしかしたらただの青空みたいになってるかもしれないですけど一応撮ったんで、まあ、この動画の終わりか何かにねちょっとまた入れたいと思います。中にホイールをね磨こうかななんて言ってたんですけど結局会社にも来ず磨いてもないというなんすか家のことしてたりで、結局トラックのことは何もしなんですね何も
もしなんだというか、できなんだというか、まあ、しなんだっすね。まあ、また時間があるときにですね、やるって感じですかね。まあ、せっかくの休みだったんでね、多少は、こうね、趣味の時間も、やっぱ作らないとと思うし、まあ、家のこともしたいしね。まあ、眩しい。そんなこんなで何にも結局何もしなんだって感じのあれですかね。本当なんか休みってあっという間に終わっちゃいますよね。コンビニあるんでコンビニ入って、まあ、さっき朝ごはん食べたばっかなんですけど、一応昼もね買っとくか、まあ、なんかはしておかないと後でお腹空いちゃうんで、食べるか買っとくかどっちかですね。軽く食べとってもいいと思うんですけど、まあ、そんな感じでね、ちょっともうちょっと先のねコンビニにね寄ろうと思います。さてちょっとコンビニへね寄りたいなと思います。空いてるかな。わ、結構なんかトラック止まってるか。あれ開いてねえかこれ、もしかして。よいしょ、うわー、なんか際どいとこしか空いてないな、これ。ちょっと買い物行ってきます。いかが、もうスタートしないか、休憩しすぎた。よいしょっと、うわー車来た。はい、じゃあちょっとね積み込みの方行ってきたいと思います。
ました。さて、じゃあ向かっていきましょう。怖い左折の場所に来ました。